はいどうも皆さんこんにちは、スターディーの河野玄太です。今回は受験相談室ということで、皆さんからいただいた受験に関する質問に答えていこうと思います。一つ目の質問は、大学受験の過去問をどんな風に使ってましたか？センター二次別で教えてほしいと。過去問の使い方ですね。まあそのね、センター試験と二次試験の使い方はほぼほぼ一緒なんで、ちょっとねまとめちゃいますけど、過去問研究はね非常に重要ですね。もう前半の勉強がねざっとでいいから、一通り終わったらなる早で過去問を見とくべきですね。まず過去問を見ることによって、どういう難易度のものがどういう形式で問われるのかっていうことが把握できると、それが把握できて初めて点数に直結する勉強の仕方が分かるわけなんですね。例えば英語の問題で、一文一文が長いものをゆっくりね時間をかけて構文を取らせがちだなっていうふうになったら、あ、じゃあ速読よりも構文把握の勉強をしないとなというふうになるわけなんですよ。あとは復習するときもですね、本番でこの問題どうやったら正答にたどり着けるのか、これをしっかりと考えることはすごく重要ですね。あー、こういう思考過程で問題解かせるのか、意外とトリッキーな問題多いぞとか、割とね複数の典型問題をただ混ぜただけの問題が多いぞとか、そういうのがね見えてくるわけですね。それが分かれば普段の勉強の中で、あれ、こういう問題結構出そうだぞとかね、そういう感が働いたりするんですよね。あとは過去問を実際に解くことの重要性として、必ず外せないものは時間配分ですよね。例えば計算量多いな、そのせいで時間足りないよっていう方は、じゃあねただの応用問題を勉強するよりも、ちゃんとね計算の練習もしないとなっていう風になるわけなんですよ。僕自身ですね、センター試験は高1の頃から、二次試験東大のね入試は高2の頃からね問題に触れてたので、割と見通しよくね普段の勉強をすることができたなと実感してます。ということでまとめると、過去問は普段の勉強の道しるべになるし、道しるべになってくれるような使い方をしろということですね。それでは続いての質問、夏休みに入り思うように勉強に集中できません、どうしたらいいですかという質問ですね。まあ夏休みは自由に使える時間が長いので、それをどう使うかによって本当に大きく変わってきますよね。自由時間が長いがゆえにだらけてしまう人本当に多いと。ただね、突き詰めてしまえばもう頑張れとね、その一言で終わってしまうんですけど、実際ね誘惑が多いですよね。そんな時はですね、こうしたら自分のやる気スイッチがつくと、そういった儀式的なものを作ってしまえばいいと僕は思います。例えば家にスマホを置いてカフェに行くとか、あとねスターディーの聴集中 BGM を聞くとか、勉強配信に参加するとか、まあそういったね儀式的なものを作ってあげることによって比較的集中できるんじゃないかなと思います。夏休みはねだらけがちな時期だと思うんですけど、だからこそみんなと差をつけられるボーナスタイムだと、そういうふうに思って頑張ってもらえたらいいなと思います。続いての質問、今高3で医学部狙っているんですけど、成績は中の上ぐらいです、間に合いますかね。これ単刀直入に言うと間に合います。というかまあね、成績が仮に下の下だったとしても、医学部に入りたいのであれば頑張ってね間に合わせましょう。続いての質問、河野さんが大学入試実況プレイで筋道を立てるのが早いと感じるのですが、問題演習量の差ですか、それとも理解力の差ですか。これはですね、どっちもではあるんですけど、重要なのは問題に対するアプローチの抽象論が叩き込まれているということなんですね。普段の問題演習の中で解けなかった問題がある場合、あ、こうやったら解けたのかっていうふうに問題に関する解き方だけをね押さえていくのではなくて、あ、この問題初めて見たとしたらこういう思考過程、まあ、例えば問題文中のこの表現があるからこういう考え方をしていくんだと、そう考えればこの解法を思いつくのは当たり前だなと、そういうふうにねその問題をいかに解けるようになるのか、それを腑に落とすのが重要なわけなんですね。そうすることによって抽象的な物事の考え方、例えばね連立方程式で言うならば一文字消去が基本的な考え方だけど、文字消去ができない場合こうこうこういうふうに物事を考えていくと、まあそういったね抽象的な解法パターンが身についていくわけなんです。ちなみにどうやって効率よく抽象論を抽出していくかということなんですけど、まあ実はねスターディーは徹底基礎講座というね講座を出していまして、そちらでねどんな問題にも通用する抽象論、これがね一から学べるのでおすすめです。それでは最後の質問、私は高3の就職組です、すでに就職が決まってる私が勉強しても高卒に変わりはなく
意味がないのではないかと思ってしまいます。就職組が勉強することの意味を教えていただきたいです。これに関してですね、まあそもそもね、勉強って就職とか受験とかそのためだけにあるわけではないんですよね。例えばですね、勉強するかしないかによって世の中の、ね、見え方っていうのは本当に変わってくるんですよ。科学で言うとね、世の中の全ての物質は元素でできている、これをね学んだ後にいろんなものをね、そういう目線で見てあげるとちょっとワクワクしますよね。英語で言うと、めっちゃ勉強して例えばね偏差値100とかになったとしても、もうそれ以外で使わなかったら本当にもう受験以外のね意味のないものになってしまうし、一方でね、ちょっとしか読めなかったとしても、例えば SNS で流れてきた英語の投稿とか見てクスッと笑えたら、もうそれだけでね意味がありますよね。他にも物事の考え方についても、数学を勉強すれば論理を重ねていってある問題を解決すると、そういう問題解決能力が身につきますね。だから結局ですね、どんな勉強したとしてもそれを活かすか活かさないかは自分自身なんですね。勉強することによって世の中でね見えているものも増えていきますし、解像度が上がっていくわけなんですけど、そのね上がった解像度をどう利用するかは皆さん次第で、逆に言えばどんな勉強でも皆さんのね糧になるわけなんです。そもそも勉強できるっていうことは与えられた特権なんですから、まあ、その幸せをね噛み締めながら頑張ってもらえたらいいなと思います。スターディーもね、その背中を押せるようなコンテンツを作っていけるよう頑張ります。ということで、今後も受験に関する質問に答えていきますので、そういう質問がありましたらこちらのね動画のコメント欄に残してもらえると嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。